RIM-174 スタンダードエローム、またはスタンダードミサイル6はアメリカ海軍で運用中の長射程艦艦空ミサイル。アメリカの艦艦空ミサイル、弾道弾迎撃ミサイルシリーズ、スタンダードミサイルの最新モデルであり、対艦ミサイルとしての能力も持つ。SM-6 は固定翼機、ヘリコプター、UAV、対艦巡航ミサイルなどを対象とする。 長距離対空ミサイルであり、対艦ミサイルでもある。ミサイル本体は、スタンダードミサイルの射程延長型の弾体主要部に、SM-2 の弾頭と、AIM-129 対空ミサイルのアクティブ、シーカーを組み合わせており、ブースターによって、初期加速を行う。誘導にアクティブ、セミアクティブ双方のモードを利用することができる。 優れたシグナルプロセッシングと誘導制御の能力を得て、高速の目標や、艦のイルミネーターの範囲外にいる目標の補足も可能となった。これにより、イージュスシステムのイルミネーターへの負担が軽減され、同時光線目標数の飛躍的な増加が期待できる。イージュス艦からの発射においては、時間の誘導肺炎であっても、 共同抗戦能力による中間誘導を受けることで射程が延伸されている。目標近くでは、終末アクティブ誘導に切り替わる。対弾道ミサイル、対航空機、対地、対艦巡航ミサイルの迎撃と、対艦ミサイルとしての攻撃用途にも使用できる。もともとは、イージスベースライン級での運用予定で開発されたが、現在では、 イージュスベースライン5以降の艦から発射が可能である。基本的には先行する RIM-156SM-2ER ブロック4をもとにセミアクティブシーカーを AIM-120 のアクティブレーダーホーミングに置換したものである。海軍は2004年に開発を開始し、レーセオンと契約した。実写試験はホワイトサンズミサイル実験場で行われ、 1>, 1回目の試験は2008年6月に2回目は9月に行われ目標へ接触したが完全には破壊できなかった。翌年2009年8月の試験では成功を収め、同年には定率初期生産が開始された。2010年5月に会場での試験に入り、2011年には初期作戦能力を獲得した。すべての SM-6 は レッドストーン兵器賞にある冷戦ン工場で最終組み立てがなされる。アメリカ海軍及びオーストラリア海軍が採用を決定しており、オーストラリア海軍はイージスシステムを採用したホバート級駆逐艦へ搭載する予定で、共同抗戦能力を介してボーイング 737A&C と連携することで能力をさらに発揮できると期待している。 アメリカ国防総省のミサイル防衛局と海軍は SM-6 をもとにして、週末段階での弾道ミサイル防衛システム用の弾道弾迎撃ミサイルを開発する予定を立てている。これは C ベースドターミナルと呼ばれており、インクルメント1が2015年頃に、インクルメント2が2018年頃に導入される。開発後にはミッドコース段階での迎撃を担当する。 RIM-161 スタンダード3弾道弾迎撃ミサイルとともにイージス弾道ミサイル防衛システムを構成することになる。2014年10月にはレーセオンが2発の SM-6 を用いて対艦ミサイルと巡航ミサイルをエンゲージオンリモートで迎撃したと発表した。このシナリオではイージス駆逐艦からの情報をもとにイージス巡洋艦が発射したミサイルが 両方の目標を迎撃したと伝えられている。エンゲージオンリモートはミサイルを発射する艦以外のセンサーで発射から迎撃までの全ての誘導を行えるシステムでミサイルの射程を最大限に課すことができる。2014年に初期作戦能力を取得した。2015年5月、SM-6 は定率初期生産から量産体制へと移行した。これにより、 コストの削減と生産数増加が見込まれる。2017年4月27日、ハワイの太平洋ミサイル射場で実施されたアメリカ海軍の試験で4発、発射し4発とも標的に命中し、完全作戦能力に達したことが証明された。ありがとうございます。